ビワーネ、デカ女ブーム。時代は今ビワーネに味方しているんだ。違うぞ。でかいだけじゃなくて可愛くて心優しい女の子が求められてるんだぞ。ブーム関係なく時代はビワーネに対しては常に味方だぞ。ビワーネをブームなんかで作って消費してほしくないという気持ちとブームをきっかけにビワーネの良さを大勢の人に知ってほしいという気持ちがせめぎ合っている。集中力が高まるでござるな。声優、ビワーネ。ゲイフリの思考はやはり一歩先だったな。メモは入れますか？極端にじゃないけどまあまあ大きいんだってか。173センチあるんだよね。巨女ジャンルは昔からある。時代が追いついただけや。巨女と高身長女子は別ジャンルじゃない。公式身長189のヒール込みのオリーブ。公式トップモデルの髪連れ。意外とでかいネモ。ビワーネこれよりでかいのか。ネモよりは確実にでかいけど髪連れよりはどうだろうな。ガタイはいいだろうけど。ちょくちょえ。高身長女子って前から人気じゃね。人気とブームは言えんだ。ブーム中は供給がはかどるし、語りやすいし、不況のチャンスだしでいいぞ。ビワーネの魅力は単なるデカ女で収まるものではない。最初にアジトの位置を示された時に出てくる顔を見て誰もが、やべえ奴がいる、という第一印象を持ち、過去回想が入るたびに、あれ？こいつ結構可愛い女の子じゃね、と考えを改めることになり、アジトについてから見られる、お疲れ様でした、に思わずキュンとなったのもつかの間。バトルになるとかっこいい登場シーンといかついポーズでこちらを威嚇して圧倒的な強さを見せつける。ヒールボール使うの優しさ溢れてて好き。ヒールレスラーとかかってるの好き。カミツレさんでかかったんか、さらに好きになったぞ。ゼイユもカミツレさんくらいあるのか。カミツレ大なりビワゼイユネも、くらいだと思う。俺はビワーネの方がでかいと思う。俺がもし青春だったらビワーネに抱きついてみたい欲求を抑えるのに必死だったろう。こう並ぶとピーナ顔でかいな。いやビワーネが顔ちっちゃいだけか。ビワちゃんって素顔こんな感じだったのか、知らなかった。やっぱこれよ。やっぱバツ。やっぱ、逆転翼定期。ビールカミツレさん脚長すぎてランちゃんがまた下に収まるのよ。カミツレさんごめんごめん。ヒールを打ち間違えて主語みたいになっちゃった。ビワーネにネットの下品な情報見せたくない。マジボスセーフティかけて。世界的トップモデルと言われても納得のスタイル。びっくりするえ、足長え。これで見た目の湿度感じない無機質さと、本来はダシャレ好きの茶目っ気性格っていうのがまたいい。ネモが小さく見える、だと。カミツレさんの股下何メートルだよ。なんかカミツレさんのスレみたいになってない？もっとビワーネの素晴らしいところを語ろうよ。立ち絵のイラストかっこよすぎて何度も見ちゃう。でかいけど引き締まってるからスタイル良いところ好き。ビワーネは体も器もでかいパーフェクト聖女だよ。ビワーネとウルティガが並んだらすごく映えると思うの。優しいけど気が弱いとかじゃなくて叱ることもできるのほんと人格者。放課後のブレスさんはを何度も繰り返し見ちゃう。え、かわいい。早く見ろ。できれば1話から見て3話でビワーネの可愛さにもだえてから4話まで見終われ。ビワ姉さんのしっかりスポーツ選手してそうなガタイのいい体型が好き。これで性格がいい子なんだからそりゃモテるわ。個人的には太ももがとてもいい。がっちり鍛えてあるいい太ももだ。でかい女が好きだから女子プロレス見てる。レディシー選手177組むと HANAKO 選手181組むはいいぞ。ビワーネ甘えさせてビワーネ。素顔もメイクも好きだよビワーネ。220組むはいい。ちょうどいいなと思った。海流が書き込む時代。ビワーネ195センチくらいあるんだっけ。ビワーネの誕生日にリア・リプリー、あるいはドウェイン・ジョンソンかジョン・シナみたいなプロレス界の花形をサプライズで連れてきたらめっちゃ乙女な反応しそう。一生懸命メイクしたのに顔隠してそう。カミツレって現実世界でいうブロードウェイあたりのトップモデルだから背が高くとも納得。ビワーネ推定190オーバーだから5、6くらいあるんよな。最高やんけ。ビワーネに三角示されてぇな。あの巨体を支えるムチムチがっちり太ももで締め落とされたい。生半可な男の力じゃどうすることもできない強女パワーを思い知らされたい。技の練習台にしてほしい。オルテガ君を叱りつけるシーン好き。レアリティの高い顔を見たい。あとビワーネに片手で高い高いされて周知で顔を真っ赤にするオルテガ君も見たい。めったに言われない。可愛い子ちゃん呼ばわりにキュンとするけど田中ちゃんに気をつけた方がいいよってエピソードがあってほしい。ビワちゃんに膝枕してもらいながら頭撫で撫でされたい。下から見上げてパイとお顔の両方があるのマジえ。頭でほんのりとした体温を感じたいよな。ビワーネや剣盾の女作業員やレジアルのペリーラ等々いろいろとでかい女子を推してるスタッフは間違いなくいる。ちなみにここで評判の良い GC のコロシアムにも肉体派ってモブ的がいて女肉体派もいる。実は素顔のビワーネ初見時。え、すっぴんそんな感じなん、ああ、お、おう、ってなったのはここだけの秘密だぞ。予期せぬ素朴な顔立ちにびっくりしちゃったぞ。わかる。髪の毛は地毛だと思ってた。料亭を経営している未亡人みたい、そこにめっちゃ通いたいみたいな感想に首もげるぐらいうなずいた記憶。着物姿がめちゃくちゃ似合いそうだよね。ビワーネっていうよりビッグシスターって呼びたい感覚がある。デートでバンジージャンプ行きたい。背中押すときに可愛い悲鳴あげてほしい。一緒に行った相手が怖がってるのに気づいたら自分も怖いのを押し隠して、大丈夫、私が先に飛んでみせるね。って言って悲鳴一つあげずにやりきってくれそう。ビワーネ、ゼイユ、カミツレ。
初夏になってこの高身長に人に囲まれたい。膝に手を当てて前鏡に覗き込むような仕草で見人に囲まれて見つめられたい。旧ユーパサ？大丈夫？って優しく聞かれたりするのもいい。何らかの記念日に食事に招かれてクソデカお父さんに圧迫される展開ありそう。もしくはクソデカお母さん。クソデカお兄さんも3人くらいいそう。屈強なクソデカお父さん、それに負けず劣らず屈強なクソデカお母さん、説明不要なほど強そうなビワ姉とそのテーブルに並んでいるクソデカお兄ちゃん3人がこっち見てる食卓に並んだら、まずはフォークで塩を選ぶという選択肢が思い浮かぶかもしれない。こち亀の軍人一家を思い出した。ビワ姉はジョディのポジションで父も兄もみんな軍人。パパ、席についてくれ。息子も紹介しよう。一人は海兵隊のエリート、一人はボクサー、一人はアマチュアレスラーだ。ビワも鍛えられてる。ママ、自慢じゃないけど私は MMA 選手をノックダウンしたことあるのよ。そこにはマッスル食事会が。ビワ姉の実家は株から何から何までクソデカまであるけどモンスターボールは一家でお揃いのヒールボール使ってそう。ビワちゃん高身長でがたい良いけど女の子っぽい趣味があるタイプだと思ってる。王道ラブストーリーの少女漫画にキュンキュンしてそうだしスイーツ好きだしリボンやフリルや花柄の服が大好きだけど私の体格じゃ似合わないかな。でわざと好みとは違う系統の服着ていそう。女の子の成長期的に割と10代前半ぐらいでこの身長まで成長してるのかな？高身長かつ面倒見のいい優しい性格から母性を求められがちだからこそ自分より小さい彼氏とかに女の子扱いされてほしい。それで照れてほしい。ビワ姉可愛い。いいドレスメーカーを知ってるんだって一言からプロポーズを始めたい。